ヒカルの紋章文字、トニーナの紋章文字、クフルポアハウと読む。右下に音節文字和が見える。紋章文字は古代マヤの碑文に見られる。都市、または国家に特有のマヤ文字を言う。しばしば王の名の後ろに書かれている。紋章文字はマヤ中部だけで50以上が知られている。北部では少ないが急増しつつある。紋章文字は通常3つの要素から構成される。 マヤ文字の解読が進んだ現在では、これらの要素は以下のように標音的に読まれるようになった。例えば、ティカルの紋章文字であるならば、主字は、ムタルと読むことがわかっているので、前節字主わざ常節字の順に、クフルムタルはハウと読んで、神聖なるムタルの王という意味になる。マヤ遺跡が古代において何と呼ばれていたかは、通常不明であるため、本来の名前とは、 無関係に遺跡名は付けられるが、文章文字の研究からこれらの都市が何と呼ばれたか分かるようになってきている。上記のティカルの他に、パレンケはラカムハ、コパンはオシュイティックと呼ばれていたことが明らかになっている。また、ティカル、ドスピラス、アグアテカが共通の文章文字を使っていることから、ドスピラスアグアテカ王朝がティカル出身であることが分かる。文章文字は、 ハインリヒベルリンが1958年に発見した。ベルリンは、さらに、ある都市の石碑に、別の都市の紋章文字が刻まれていることから、両都市間に何らかの関係があったことを示し、マヤの政治地理学的な分析が可能になるかも、しれないと述べた。紋章文字の発見によって、歴以外の文字があること、碑文が歴史を刻んでいることを示唆する手がかりが、与えられた。 1960年代に入ると、トーマス・バルテルは731年に建てられたコパンの石碑 A に見られる4つの都市の紋章文字が4つの方向と関係して記されていることに注目した。一方849年の聖バル石碑10号では、ヒカル、聖バル、カラクムル、モテルで3個セの文字が刻まれているが、これは旧世紀中央に、 マヤ政事件が縮小したことを示すと考えた。ジョイス・マーカスは1976年の論文で上位の都市と従属する下位の都市が存在し、上位の都市は対等な同盟、対立関係の都市しか示さず、下位の都市は上位の都市について言及するので支配従属関係や都市間の階層性がわかると仮定し、この方法によって1級から4級までの4つの階層が認められるとした。 そして、バルテルが指摘した四つの都市は最上位の都市が現れているものとした。しかしバルテル及びマーカスの説は文章文字にのみ依存していたため、1980年代にマヤ文字の解読が進むとこの改装説は否定された。ピーター・マシューズは多くのマヤ支配者が同等の地位にあり、四十以上の小国に分かれていたと考えた。小国同士が互いに戦争を繰り返したことが、 明らかになったことからこの説は補強された。1990年代にさらに、マヤ文字の解読が進むと、ある王が別の王を監督したと書かれた碑文があることが判明し、ここから単なる小国分裂説にも問題があることが分かってきた。サイモン・マーティンらは有力な国家軍の王がライバルを支配下に置いて従属王としたという新しい説を唱えた。 しかし従属国の内政に影響を及ぼすことは稀だったらしい。ありがとうございます。